綾波型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の環球。いわゆる、オランダ坂型護衛艦の端緒であり、方向兵器を減じて、対戦戦能力に重点を置いた、対戦護衛艦として、第一次防衛力整備計画の前後、昭和30年から33年度計画にかけて7隻が、建造された。建造単価は25.5億円であった。その後、 1980年代中盤より退役を開始し、1990年までに運用を終了した。警備隊では、昭和28年度計画で貼る風型を建造し、DD の国内建造を再開した。当時極端に不足していた正面兵力の数的増強を優先するため、昭和29年度計画では、苦戦艇などの小型戦艇の建造に注力し、 大型警備船は建造されなかったが、海上自衛隊発足後の昭和30年度より、再び大型警備艦の建造が再開されることになった。まず昭和30年度計画では、春風、型の計画、設計、建造を通じて得られた知見を反映して、船系を1700トン型に拡大した DD が建造されることになった。これは、設計を大きく刷新し、 方向兵器を妥協する代わりに対戦戦能力を拡充しており、予算要求、対外説明等では非公式に対戦護衛艦と称された。これが本型である。先行する艦と同様、基本設計は財団法人船舶設計協会に委託して行われており、基本計画番号は F-102 とされた。28DD では、 戦後10年近い技術的空白を埋めるべく、旧海軍とアメリカ海軍の技術を参考として、アメリカ海軍駆逐艦と同様の平ら板船系を採用していた。しかし同型ではスペース不足による居住性の低下と電子機器等の将来増設予知の欠如が問題になっていたことから、本型の設計にあたり、船舶設計協会では 28DD と同様の 平イラカンパンともに、船内スペースの確保に有利な朝鮮首脳型の案を作成した。同時期に、海外で建造されていた艦で朝鮮首脳型を採用していたのは、イギリス海軍のホイット B 級フリゲートや、カナダ海軍のサンローラン級駆逐艦に例を認める程度であったことから、傭兵サイドでは、 当初は新線形の採用に消極的であったが多くのメリットが認められたことから最終的にこちらが採択された。朝鮮主労線形では全部と後部の段差の接続部の強度が弱点となるが本型では全部と後部の接続部を緩やかな傾斜をつけた連続した甲板とすることでその問題を解決している。 この傾斜甲板は収益後、上院からオランダ坂と呼ばれ通行等の不便さから不評を買ったが、設計上は優れたものであったため、同時期のムラサメ型、秋月型にも採用された。選手楼は全部戦隊4分の3を占める長大なものとなったが、これは予備浮力の増大につながり、被害時の生存性向上も期待された。この船型の採用によって、 風圧側面積を少なく抑えられたことから復元性能の改善につながった。また上甲板の深さが機関室の必要とする高さいっぱいに下がったことから機関室天井裏のデッドスペースが解消され平甲板型と比して側面高さは甲板間高さ半分程度だけ低くなった。この結果、 選手楼甲板を強度甲板とすることで、横断面高さが増え、横断面の縦強度部材を軽量化できたことから、尖閣重量をほとんど増やさずに、管内容積を増加できたとされている。なお本型より、船体構造は、縦肋骨構造が採用された。上部構造物は、前期型では、軽合金星であったが、後期型では構成に変更された。 また戦闘区画は高調力工で断片防御が施された。28DD で不十分に終わった居住性の改善も施行されており、乗員一人当たりの居住区画面積は 28DD の1.8平方メートルから2.2平方メートルに増加した。また時代に対応して警備官として初めて放射能洗浄装置が設置されている。 大波のオランダサカボン型では、対戦戦実施上、可能な限り迅速に潜水艦存在海域に急行することが求められたことから、28DD よりも速力を向上させて、32ノットの最大速力が設定された。また、高天下での速力維持も求められており、朝鮮首労戦形採用の理由の一発ともなっている。期間は 28DD と、 同じく蒸気タービン方式を採用したが、テストの意味合いを込めて各間に各々異なるものが搭載されており、本型7隻に対して、シュボイラーが4形式、タービンは5形式に及ぶ。蒸気正常は 28DD と、同じく圧力3 0 k g ス、平方センチメートル、温度摂氏400度だが、蒸気発生量は、あや波から、裏波の3隻が73トン。 自、式並み以降の4隻は75トン、字に増強されている。タービンの形式は、磯波のみが、雪風と、同形式の二動衝動、反動型だが、これ以外の6隻では三動衝動型とされている。手動間脱式の巡航タービンは信頼性に欠ける部分があったことから、綾波では初めて自動間脱式が採用され、裏波以降では、米海軍に習って、 直結式とされた。機関配置は、先行する春風型のものを踏襲した、シフト配置とされており、前側の機関が左軸、後ろ側の機関が右軸を駆動している。なお電源としては、前期型では、出力350区場の蒸気タービン周発電機2機と、出力100区場のディーゼル周発電機2機を搭載しており、後期型では、 ディーゼル周発電機の出力を125区場に増強した。本型は昭和30年度計画館4隻の後、ムラサメ型3隻を挟んで、昭和32年度、昭和33年度計画館3隻の計7隻が建造された。30年度計画館が前期型、32.33年度計画館が後期型と呼ばれ、電子装備などが若干異なる。 対空捜索レーダーとしては、前期型においては、春、風型で搭載された、アメリカ製の案、SPS-6 の軽量化、改良型である案、SPS-12 を搭載した。また後期型では、これらを元に国産化された OPS-1 が、搭載されている。電子戦支援用の電波探知装置としては、アメリカ製の案、 BLR-1 の装備を計画したものの、太陽が遅れたことから、前期立て造艦は、イズム装置を搭載せずに収益し、後期立て造艦のみがこれを搭載した。前期立て造艦については、初の本格的な国産機であるノールル -1 が、後日搭載されている。ソナーとしては、当初は、アン s q s 1 1を装備していたが、 33年度計画艦では、新型のアン、SQS-4 が搭載された。これらの創作ソナーとは別に、攻撃用ソナーも搭載されている。なお、後に一部艦ではさらにアン、SQS-31 に換装したほか、可変深度ソナーとして、1965年から1967年に、かけて、綾波、磯波、 高波に丘マイナス 1A が後日装備された。手法としては、新世代のアメリカ製速射砲である50口径7.6センチメートル、連装速射砲を初採用しており、全部に2機背負い式で、後部に1機の計3機を搭載した。なお前期型では33番砲は砲立てを装備しなかったが、後期型では装備され、前期型でも後にバックフィットされた。 本砲は後に、ライセンス生産も行われ、昭和49年度計画間に至るまでの、各艦種、計44隻に搭載された。砲射撃式装置としては 28DD で 40mm 基重用として、搭載されたのと、同系列のマーク63が使用されるが、その射撃式レーダーは、新型のン SPG-34 に更新された。 SPG-34 は2.3番砲塔に設置されていた。対戦迫撃砲としては、新世代のロケット砲であるアメリカ製のウェポンアルファやイギリス製のスキッドの装備を計画したものの、これは実現せず、従来通りのヘッジホッグを旋回式に改良したマーク15が、環境前に搭載されることとなった。 全部の手法が背負い式に搭載されるという護衛艦では珍しい形式をとっているのはその名残であり仮に新世代対戦迫撃砲の後日装備が実現した場合には2番砲塔を撤去しここに設置する予定であったがこの布石が日の目を見ることはなかったまた本型は海獣 DD として初めて対戦誘導魚雷を搭載している アメリカ製のマーク32単魚雷が導入され、各4発装填可能なマークに落ち先が両原に設置されている。また、国産の姿勢54式魚雷3型も導入されており、こちらは 53cm4 連装魚雷発射管砲 -401 を装備して、後部煙突の両脇に予備魚雷が置かれていた。後に単魚雷落ち先は、 324mm 系のマーク44単魚雷を使用する68式三連装単魚雷発射管に換装された。このほか従来通りの爆雷投射機、爆雷投下機場も搭載された。これらの対戦兵器を指揮する水中攻撃式装置としては、秋月型のために開発されていた SFCS- 1をもとに、 弾道計算機能を除去した SFCS-1A が搭載された。綾波型は収益後、ワークホースとして長年護衛艦隊を支えた。兵装は収益時からやや物足りないものであったが、退役するまで大きな変更が加えられることはなかった。旧式化が進行すると、大艦として初雪型が建造されることとなり、 初雪型の配備が進行すると同時に、特務官や練習官に転用された後、除籍されていった。ありがとうございます。